こんにちは、チョメです。第46話のスマートエレガンスなアバターを着て下流に見せようっていうやつをやっていきます。前回の続きです。これカプセルマシン一応いろんなところにあるんですけど、この中から探すのか、もしくはこっちの右のカプセルの方かな、こっちのファッション着せ替えカプセルっていうのがあるので、この中から入手するのか、どちらかだったと思います。提供割合の下の方を見ると、こちらになんかクラシックメイドとかそういう服だったらレアですぐ入手ができるんですよね。ただこれが期間限定の可能性もあります。なんかずっとこれがあるんだったら多分この中だと思うんですけどね。あとダイヤに関してはこのダイヤの噴水っていうのがあるんですよ。これ広告を見ることによって100ダイヤ入手ができます。これはね、毎日6時12時18時に回復するので、ダイヤがない人はちょっとこんな感じにね、地道にね集めてみてください。全部でね5箇所あります。で、私はちょっと広告スキップチケットっていうのを課金しているので、広告を見ないでちょっと入手ができてるみたいな感じでございます。で、今私が着てるのがちょっとクラシックメイドみたいな感じのやつになっておりますね。なんかクラシックメイドの服も結構いろいろ入手ができたんですよね。すぐ入手できると思います。例えばカプセルで今これあるか分かんないんですけどね、後から始めた人ちょっと回してみますか。こっちは300とか、一応スキップやりますか。レアは比較的出やすかったんですよね。こんな感じ、すぐダブっちゃった。クラシックメイドアバターとかですね。これでいいのかなみたいな感じで、これでダメだったらちょっと普通になんかいろんなところにあるんですけど、ここカプセルのやつか、ラインナップ見てなんかいい可愛いやつ、このエンジェルとかどうなんだろうね、プリンティエンジェルシリーズとか。でもウルトラレアか、出にくいか。だからこのレアでなんかいいやつがあったら、ちょっとそれをちょっと探してみようかなと思っております。皆さんのためにも。ここのトロピカイの左の方ですね、みかんの川のところになんかカプセルマシンがあるんですけど、ラインナップ見てください海パンボーイシリーズではないんですけど、この下にお嬢様シリーズっていうのがあるんですよ。これどうなんだろう、やってみるか。ダメだったらまた考え、お坊ちゃま、まだ持ってないやつもありますからね。ここは安いんですよね、ダイヤが。この辺のシリーズ、お嬢様入手できましたね。ちょっと着替えますか。で、お嬢様のところをちょっと探すとかですかね。だからなんかね、この桜ガールとかももしかしたらね、いけるかもしれませんね。これかな、お嬢様。ちょっとこれでやってみるか。これダメだったらまたちょっと他のやつで行ったりとか、何回もチャレンジできますからね。ただミスった場合は外まで追い出されるので、また中入っていかないといけないですね。これ行く道もちゃんとお見せしますか。もしかしたら今日の動画から見てくれてる人もいるかもしれないから。上ですね。ちょっといろいろ試してみたいですよね。何がいいので何が悪いのかっていうのはここです。話しかけますか。あら、その服装、お嬢様っていうの。あ、ほら、すごくいいじゃない、とても素敵な服装だわ。だから OK なやつは何個かあるみたいな感じですね。なんか誰でも入手できてね、なんかわかりますかね、ワールドマップにあるカプセルマシンだったら一生あるじゃないですか、入手が。だからそれからちょっと探して視聴者さんに紹介しようと思ったので良かったです。どう、服装が変わると雰囲気も気分も変わるでしょう。見た目で人を判断するのは良くないけれど、ドレスコードを守ることはその場の雰囲気を尊重するためにとても大切なの。場の空気を壊さないようにすることも周りへの人の思いやりなんだと思うわ。ほえー、確かにみんなでビシッとしとると気が引き締まるもんな。あらら、小豚ちゃんはお着替えしないの？一応腹巻き装備してるけど。ほえー、俺は別に。何言ってるの、小豚ちゃんも綺麗にお着替えしましょう。ほえー、あ、新しいの入手できるのかな、嬉しいな。あ、かわいい、すごく。うふふ、見て。完璧よ。うう、動きづらい。いや、かわいいって、これは。ほんま？それならええけど。これ無料で手に入るの？課金じゃないの？すごく可愛いんだけど。うふふ、それじゃあお茶会始めましょうかね。あ、みんなでやってる。うふふ、遠慮なく食べてね。なんやこれ、めちゃうまいやな。綺麗な雪景色のお庭を眺めながらこんな美味しいものを食べて。
俺たち贅沢者や。最高のお茶会だよ、これ。褒めてくれて嬉しいわ。二人とも今日はお茶会に参加してくれてありがとうね。おかげで庭師としてもっと頑張れそうだわ。どういたしましてや。あ、せや、俺たち下流班のサインを入室許可証に書いてほしいんやけど。ええ、手伝ってくれた俺にサイン書いてあげるわ。カリュウにサインを書いてもらった。こっちこそ楽しかったで。なあ、チョメハン。いや、最高でした、本当に。うふふ。よかったわ。また暇になったら遊びに来てちょうだい。うん、また遊びに来るで。チョメハン、やったな。そんなこと言われたら私、毎日通っちゃうよ。この調子で次もお手伝いしていくで。あ、まあ、お手伝いやりますからね、私は。で、話しかけて。次はどこに行くんだろう、ちょっと見てみようかな。またお会いしましょうね。せっかくなんでこの服装でやってみますか。あれ、ピグちゃん。もらえなかった。さすがにもらえないか。あのピグちゃんめちゃめちゃ可愛かったもんね。あー、リボンピグちゃんないな。これなんか課金とかでもらえるのかな。日焼けしてみます。この日焼けピグちゃんも気に入ってるんだよね。さっきのリボンのピグちゃんほんと可愛かった。次は屋敷には大きい音楽ホールがあるみたい。屋敷の中を探してみましょう。あの映画みたいなところだったかな。これ右はね、確かもう行き止まりで特にないんだと思うんですよね。右にも行ける。ここ最後の部屋なんですよね。ここもまた今後来ることになるのかな。なんかね、シアタールームみたいなのが左の方にあったような気がするんですよね。こうやって探すのも楽しいですね。もうだいぶね、分かってきましたからね。どっちだったかな、下かな。左になんかあったような気がする。なんかシアタールームみたいなやつが一番左、ここ。あれ、これじゃないの。ここ音楽じゃなかったみたい。じゃあちょっと探します。私の迷子タイムです。右側入れるようになってるのかな。黒服たちがいたところですね。これ下は関係ないよね。ただなんかあるだけだから。右に行けなかったら左ですね。あ、右行けるようになってる。新しいところだ、これ。すごくワクワクする。新しいところに行けるっていうのも。こっちはちょっと私初見だから。あ、ここか、音楽ホールって。すごい、みんなが集まる場所だ、これ。入ってすぐ右側、料理とかもいろいろ置いてある。うわー、めっちゃ広いホールやな。クリスタルのピアノまであるで。お、クリスタルだ。高そうやな。なんぼするんやろ。むむ、そこの迷える小豚ちゃん、このホールに何か用が？ほえ、あんたは？ああ、失礼申し遅れた。私は音楽師のドウトスキーというものだ。ここをまとめている超偉い人でもあるのだよ。自分で言ってる。ほえ、ここのお偉いさんか。見つかってよかったわ。俺はピグ、こっちはチョメハン。よろしくお願いします。よろしく。ところで、こちらのホールに何の用？俺ら、シオハンに会いに行くんやけど、会うために、この入室許可証にサインが欲しいんや。ドウトスキーハン、よかったら書いてくれへん？ふむ。君たちは知ってると思うが、この屋敷の2階に行けるのは選ばれた者のみ。許可が欲しいというならば、私たち音楽家をうんとうならせるような、ビューティフルでエモーショナル、旋律を奏でなければならない。難しいなぁ。どうすればいいんだろう。もしかして、ピアノを弾けってことなん？弾けないよ、私。リンスが使えるメリットぐらいは弾けますけど。当たり前だろう。ここは音楽ホール。すべてのゲストをビューティフルなハーモニーで優しく包み込む場所だ。演奏ができないというなら、2階上がる資格など、ナッシング。どないしよう、ちょめはん。俺、楽器なんて習ったことないよ。なんとかなるかな。ドレミファソラシドぐらいならできるけど。なんとかなるもんな。まあ一回試してみる？チョメハンなら意外とうまくいったりするかもしれへんし。猫踏んじゃったも弾けませんよ、私。もう挑戦する勇気はあるようだな。それでは君たちにこのスコアを授けよう。楽譜のこと？高貴な楽譜のかけらをもらって集めればいいのか。ん？スコアって何かと思ったら楽譜のことか。え、楽譜ってスコアっていうの？
っていうかこの楽譜破れとるやん。もっとしっかりとしたやつはないん。めめ、何甘いことを言ってるのだ。このスコアのかけらを集めてパーフェクトなスコアにさせるところから始めるのだよ。おえー、この楽譜を完成させなあかんのか。めっちゃ大変やな。スコアのかけらはこの屋敷のどこかにあるはずだ。マジか。この広大なお屋敷内を探すのは骨が折れるが、まあせいぜい頑張ることだな。ははは。はいやー、なんか隠してる方は楽しいかもしれないな。まあ探す方も楽しいのかな。うわー、えらいことになったな。まあとりあえず楽譜のかけらがないかお屋敷の中を探してみようか。でもこういうなんか探索いいですね。なんか今回のゲーム、いや今回もだけど面白いぞ。むむ、スコアのかけらの場所のヒントが知りたいのか。そうだな、やばい、ヒント聞いちゃった。あ、こうやってヒントもらえるのもいいですよね。一つ目のメロディーはザッバーン。あ、これはあれか、なんか噴水かな。二つ目のメロディーはパチ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 。あー、焚き火か。今教えられるヒントはこれだけだ。さあ君にインテリジェンスなブレインに期待しているぞ。ヒント聞いても面白いですねこれ。いや、お屋敷めっちゃ広いですからね。話しかけよう。この辺もプールなんて久々よ。あ、プールかもしれないね。バシャバシャって、なんていうか すごいな。あれ光ってるやつ楽譜なのかな。なんか上になんか光ってるやつがあった。この辺とかもいろいろ見てみるか。うん、多分あの2つ見つけたらまた他に出てくるとかそういう感じなのかな。なんかあ、クエストってある。わかりやすい。バラが咲いてるプールなんて初めて見たぜ。詰まることもないですねこれだったら。こんな寒い地域でもプールに入れるなんて幸せだわ。これ難易度調整あってから、優しだったらこれで、難しいだったらこのクエストって書いてなくて、このマークもない激ムズモードもなんかやってみたいって気持ちありますけどね。高貴な架空のかけらを拾った。でもこれクエストって書いてなくてあれだったら、わかんない、ゲーム進められないよっていう批判があるんだろうな。これじゃない、多分焚き火のやつ、クエストのやつ。多分左の方にもね焚き火があったんですよ。いや、誰でも遊べるゲームだからすごく良かったですね本当これ。じゃあ左行こう、ね、探すの覚えてるからね大体。私も焚き火があったんですよ上の方に。多分そっちの方だと思う。どこだったかな、なんかね上にね焚き火がある。 この辺じゃない。ほらほら、あったあった、ここだ。はい、でまず2つ集めてから次のヒントを聞きに行くみたいな感じかな。ちょっとヒント聞いてみよう。ヒント聞いた方がこれはね楽しい。ヒント聞かなくてもいいんですけど、クエストって書いてあって普通に置いてあるだけになっちゃうからね。よし、2つ持ってきたよ。むむ、スコアのかけらの場所のヒントが知りたいのか。そうだな。あ、これ教えてもらえないのかも。あとは自力で探すみたいな感じですね。歩き回ってて今みたいなクエストって出てたらいいみたいな感じかな。お屋敷の外は後見よう。地下にもあるんじゃないかな。地下もめちゃめちゃ広いんですよ。カジノのところは特にないか。下行ってみるか。何個ぐらいに分かれてるんだろうね。ここも特にないか。で、上の方に行って、これ上はもうないから。ビリヤード台とか。まだ工事してんのか。こっちなかったね。もう結構ね、動き回りましたからね、私も。地下室、あと行きます。こっちは特にない？ないね。上もないね。こっちの方だからもう来なくても大丈夫みたいな感じになっております。で、地下入るか。もう今日はこれを探したら終わりみたいな感じになるかな。下の食料庫から見てみます。めっちゃ広いんですよ、これ。ピグちゃんずっと必死に追いかけてきてくれる。でもこっちないような気がしますけどね。普通にも鍵とかもかかってるし入れないから中に。でもこの先にもしかしたらあるかもしれない。なかったらはい戻ります。でもメインクエストって書いてあるからね、絶対見つけやすいとは思うんですけど、まだ行ったことないところなのかな。どうなんだろう。でも右側もう見ましたもんね。でも行ったことあるところの焚き火が先ほどありましたから絶対どっかにあるはず。一番右から見てみよう。こういうところにね、何個も何個も置いてあるわけじゃないから、1個見つけたらあっちかは終わりだなみたいな感じでちょっと判断しますけど、私一番奥かな、こっちの方ね。結構同じところの部屋みたいな感じでありますよね。ヒント欲しいな。あ、ないか。ないです。皆さん迷子です私。難しい。一応クエスト見てみる。お屋敷の中って書いてあるから外ではないから、中のどっか落ちてるところ見れば OK だったけど、本のところかな。本が散らかってたところ、地下一番最後に来ればよかったかな。一個一個見ていきますよ。一応奥にメインクエストって書いてあるかもしれない。下も見るか。ちょっと見落としあったら最悪だなこれ。ね、どっかに。あ、でもなんか本とかにあったような気がするな。ここの本とか怪しいんですよね。なんとかの習い事とかあるやつが。あ、なかったか結局。
大丈夫、全部 見たよね私。皆様ちょっとお付き合いください。皆様どのぐらいで見つけましたか、視聴者さんのこと。結構苦労しましたか。私すっごい遠回りしてるような気がする。上とかはさっき見た感じだからないと思うけど、ここ最後だよね。これあるかな、メインクエスト。あれないぞ、嘘。え、みんな、皆さん見つからないんだけど本当に。え、屋敷中行ったような気がするんですけど、今2階とか上がれないからね。地下見落としたかな。ちょっとカットします。皆さんちょっと右下見てください。クエストって書いてありますよね。戻ってきて、私大事なところ見てなかった。下にもありましたね、こちら。これが最後のやつかな。ははん。これはヒントなくても普通に落ちてるから見つけられないといけないけど、私の見落としてすごく苦労しちゃいました。これで全部集まった感じかな。おやおや、先ほどから何かをお探しのようですが、どうなさいましたか。うん、今探してるもんがあってな。楽譜のかけらってやつを探してんねん。どっかで見かけんかった。おう、楽譜のかけらとな。ちょうどよかったですね、私が所持しておりますよ。うわー、ほんまかいな。お兄さん、よかったらそれ譲ってくれへん。そうですね、では私が出す音楽テストに合格できたら、この楽譜のかけらをお譲りいたしましょう。ほえ、やっぱり試練なだけあって、ただではいかへんのかな。けどこれも2階上がるため、一緒に頑張ろうや、チョメハン。ちなみにこのお屋敷の中には問題のヒントがたくさんございます。自信がないという場合はヒントを探してみるといいですよ。では問題を受ける準備ができたら、また私にお声掛けください。お待ちしております。いや、ちょっとヒントも大事だけど、私はちょっと挑んでみたい。ヒントなしで一回間違えたらちょっとヒント探します。おや、問題を受ける準備はできましたか。はい、大丈夫。それでは今から連続で問題を出します。その都度答えていただきますが、ここから追い出しますので、そのつもりで。ダメだったら場合は追い出される。よし、来い、全問成功しとる。それでは第1問、歌が一番好きな曜日は何曜日。え、花の金曜日とか歌じゃないのかな、それは。わかんない、これ金曜日にしてみるか。それでは2問目、あ、どれがわか、正解か間違いかわかんないね。あ、これ G だろ、 G 戦場のアリア、これは右だね。それでは第3問、ピアノの楽譜によく使われるメゾピアノの意味は。あ、これどっちだったかな、これメゾフォルテとかメゾピアノとか、なんかわかるんですよ、聞いたことある。え、どっちだったかな。フォルテッシモとかいろいろありますよね。だんだん強くメゾだから皆さんすいません、何が合ってるか、何がね、あれかわかんないですけど。さて、折り返しですよ、第4問。なんと読む、なんだったっけこれ。でもラプソディとか聞きません、なんかカルテットってあんまり、なんとかのラプソディとか聞くから、こっちかな。それでは第5問、クラシックとはどういう意味。こうやって言われるとちょっと難しいね、クラシックとは。落ち着いているじゃないの、恥ずかしいなこれ。音楽詳しい人が見てたら私間違いまくってるかもしれません。さて最終問題です、第6問、塩様の縦ロールは右巻き左巻き。やばい、これ塩様ファンに怒られる。見てなかった、いや 見てたけど、え、そこまで詳しく見てなかったな。右にしてみる。ふむ、これで全ての問題を解き終わりましたな。何やったんや、最後の問題は。結果をお知らせいたしましょう。これ間違えてたらもう一回できるから、間違えててくれたら実況的に嬉しいんだけど。あっと、あー残念、3問も不正解です。いや、よかった、ちょっと安心しました、間違えてたのに。あの、ちょっとどこが間違ってたのかっていうのを調べよう。ちょっと、そんな、これね、多分ググったらすぐ出てくると思うんですけど、一応せっかくだからね、ヒント探します。うん、まだまだですね。ちなみにこのお屋敷の中に問題のヒントがたくさんありますよ。もっと勉強して出直してください。お待ちしております。地下の本とかなのかな、あ外に出された。いや、なんか楽しいなこれ。